どうも、ハイキョーです。今日はですね、100のブリスカーコールドウェザーグローブをご紹介したいと思います。僕はバイクパーツメーカーに勤務していた時からですね、副業でライターの仕事を始めて、もう10年以上になるんですけども、このライターの仕事を通してですね、培った人脈を使って製品をお借りしたりしています。ただね、オフロード系の記事をあまり書いたことがないので、正直ね、オフロード系のメーカーさんとのつながりっていうのがあんまりなかったんですよ。で、この間ですね、ホンダの仕事を通してウエストウッド MX さんとつながりを作ることができたので、今後ですね、少しずつオフロード系の商品も紹介できるかもしれないです。今回紹介するですね、100というメーカーさんもオフロード界隈では比較的有名なメーカーなんですけれども、オフロードの商品を検索したことがないという人はですね、おそらく知る機会があんまりないんじゃないかと思います。ただ今回紹介するグローブに関してはですね、オンでもオフでも非常に使い勝手がいい商品となりますので、ディテールを紹介していきたいと思います。はい、それではですね、ディテールを紹介していきたいんですけども、商品名はですね、ブリスカーコールドウェザーグローブです。でカラーがね、非常に豊富なんですけど、今回なんと全カラーお貸し出しいただきまして、まず標準的なこちらがブラックでございます。ブラックです。で、さらにターコイズブルーですね、すごい鮮やかなブルーです。で、レッド、こちらがレッドになります。で、こちらがネオンピンク、ネオンピンクですね。で、さらにこちらがフローイエローです。フローイエローで、こちらがフローオレンジになりますね。フローオレンジで、最後のこちらがですね、迷彩柄のカモブラックとなります。すごいね、カラー展開が豊富ですね。で、サイズなんですけど、基本的に SML XL が用意されてるんですけど、こちらのブラックですね、こちらのブラックのみ 2XL まで用意されてます。で、その他にもですね、キッズサイズっていうのが用意されてるんですよね。手が小さめの女性とかはちょっとキッズサイズを使ってみるっていうのもいいかもしれないです。で、今回商品をお借りしたウエストウッドさんはですね、茨城県の方に店舗を構えてらっしゃるんですけど、このブリスカーコールドウェザーグローブ、多分ね、こんな感じでパッケージが棚にかかってるんじゃないかと思うんですけど、こちらですね、右側のグローブだけボタンで外せるようになってるんですよ。ここにボタンでパチッと止まってるんですけど、これを外すとね、こんな感じで右側のグローブが外せるようになってます。でね、このボタンのところにトライミーって書いてあるんですよ。だからサイズ感とかチェックしてねっていうので、こういう構造になってるんだと思うんですけど、このトライミーボタンはですね、自分で買った後は切ってくださいねっていう感じで、この辺りにですね、ハサミのマークが入ってたりします。なのでね、サイズ感確認したいなという人はですね、茨城の方に実店舗がありますので、ウエストウッドさんの方行ってみてもいいかもしれないですね。定休日は水曜日と木曜日で、営業時間は9時半から7時半までとなっています。で、お値段なんですけれども、こちらね、定価は5720円なんですよ。で、ウエストウッド MX さんの方でですね、オンライン販売もされてるんですけども、こちらの価格がですね、4862円でした。では、ここからはですね、ちょっとディテールの方をお伝えしていきたいんですけど、オフロード用品メーカーさんの製品なので、操作性重視ですごくシンプルな作りになってます。まずこの手の甲側なんですけれども、こちらに関してはネオプレーン素材が採用されてます。ネオプレーン素材っていうと、ウェットスーツとかで使われることで有名な素材なんですけど、この素材ね、結構優れていて、まず伸縮性、それと耐摩耗性、耐水性、耐光性、断熱性に優れた素材になってます。一般的なバイク用グローブの場合だと、だいたいレザーかですね、もしくはポリエステル系の素材が使われていることが多いんですよね。で、レザーもポリエステルも伸縮性という点においてはあまり期待ができない素材なんですよね。で、それに対してですね、こちらは伸縮性に優れたネオプレーン素材なので、フィット感がね、めちゃくちゃいいです。オフロード用のグローブであんまり遊びがあっちゃいけないっていうことで、この手首あたりはね、ちょっとタイトになってるんですけど、手を入れてしまえばですね、めちゃくちゃフィットしますね。僕が今まで使ってきたグローブの中でもフィット感はね、1、2を争うんじゃないかと思います。プロテクターに関しては何も備わってないんですけれども、このね、ネオプレーンの素材自体がね、結構厚手なんですよ。で、これ耐摩耗性に優れているのと、あとね、結構クッション性もあるので、適度な防御力は有してますね。
で、ウェットスーツに採用されるような素材なので防水性っていうのも抜群です。結構この手の甲側のネオプレン素材は厚手の素材なんですけど、ただね、中綿とかが入ってるわけではないんですよ。ただね、これ断熱性が高いので手を入れた瞬間から結構あったかいなっていう感じがしますね。ただ保温層は持たないので結構手が冷えちゃってる状態で突っ込むとそんなにあったかいっていうのは感じれないんじゃないかと思いますね。まあ、僕の経験上ですね、まあったかさの基準としては3シーズン用のグローブとかよりはあったかいですね。1枚地のレザーのグローブとかに比べるとやっぱ断熱性に優れているので非常に暖かい感じがします。僕は去年の冬もですね、レザーグローブの下にインナーグローブを着用することでワンシーズン乗り切ったんですけど、まあ、これ1枚だとちょっと寒いっていう人はですね、まあ、こんな感じのフリースとかのですねインナーグローブを中に着用することで真冬も越せるんじゃないかと思いますね。長距離のツーリングの時とかもね、1枚こういうのがあると便利だと思います。で、甲側の素材はネオプレンなんですけど、このね手のひら側、こちらはね素材が切り替えられていて人工皮革のクラリーノが使われてます。これはね日本の素材メーカーのクラレさんが作った素材なんですけど、6年間ラフに使われるランドセルとかにも使われるぐらい頑丈な素材なんですよ。で、一般的にランドセルっていうのは天然皮革が使われることが多かったんですけど、天然皮革ってね重いんですよ。なので子供に重いランドセルを背負わせたくないという親御さんにはですね、このクラリーノが使われたランドセルっていうのは非常に人気なんですよね。で、この人工皮革クラリーノのですね、この表面に関してはこれウレタン樹脂なんですよね。まあ、樹脂なので防水性とか撥水性にも優れてますね。表地と裏地の間にフィルムを差し込んだ防水グローブの構造にはなっていないので、こういうですね縫い目の部分からどうしても浸水してしまうと思うんですけど、甲側、手のひら側、これどっちもね非常に防水性に優れた素材になっているので、水圧がかからなければそんなに手が濡れるっていうことはないと思うんですよね。なので小雨ぐらいであれば手が濡れることはないと思います。クラリーノに関してはですね、今結構いろいろバリエーションが出てきていて、このねクラリーノはどれかなと思ってちょっと調べてたんですけれども、こちらのグローブはですね通気性と抗菌性を有しているので、おそらくですねクラリーノベロニカという素材だと思います。ネオプレン素材はですね断熱性に優れている代わりに通気性とか透湿性は持たないんですよ。だからこのブリスカーコールドウェザーグローブは風が当たる甲側にはですね断熱性や防風性能に優れたネオプレンを採用しつつですね、汗をかきやすい手のひら側にはクラリーノベロニカを採用することで快適性をぐっと上げてるんですよね。結構簡単には浸水しなそうなので、ちょっとね防水テストもやってみたいと思います。はい、それでは防水性をチェックしてみたいと思います。まずはですねこのグローブをつけた状態でこういう水を入れたスプレーボトルで水をかけてみたいと思います。結構勢いあるな。あー、やっぱりですねこの生地表面からはあんまり浸水してる感じはないんですけど、このスプレーボトルとですね水流がビャッてこう縫い目の部分、こういった縫い目の部分に行くとですねやっぱ手が濡れちゃってる感じはありますね。ちょっと手抜いてみますね。うん、やっぱりちょっとね動画だと分かりにくいかもしれないですけど、多少ね手が湿っぽくなってる感じがあります。この素材自体はねやっぱりねほぼ水を通してないと思うんですけど、縫い目の部分はねやっぱフィルムを貼らない限りは浸水してしまうので水が入ってきてる感じがありました。ただね実はこの素材なんですけど結構ね吸水性と速乾性に優れているということなので、濡れてしまったとしても比較的乾きやすいとのことです。この点は嬉しいですよね。中綿が入ってる冬用グローブとかだと一回濡れちゃうとですね乾くまですげえ時間がかかったりするんですよ。その点こちらは比較的吸水性と速乾性に優れているということで、まあ、本当に寒いという時に関してはインナーグローブを足す必要性はあるんですけれども、ただ乾きやすいっていうのはね非常にメリットとして大きいと思いますね。ちょっと実際にバイクでも使ってみたいと思います。はい、100のグローブを着用して外に出てきております。まずねちょっと気づいた点をお伝えしておきたいんですけど、
こちらのグローブですね、スマホタッチ対応してるかどうかとか特に記載がなかったんですよ。でこちらのモニター今ちょっとタッチしてみますけど、これはね問題なく反応しますね。しかもねどの指でも割と反応するんですよね。この人工皮革自体がこのスマホタッチにね比較的対応しているのかもしれないですね。スマホタッチに関しては問題ないです。ではちょっと走りながらね感じたことなんかをお伝えしていきたいんですけども、まずねちょっとね感動したのがこれめちゃめちゃ乾くの早いですね。午前中にですねこの商品の説明なんかを撮影してたんですけど、まあ防水テストで濡れてしまったので外に干しておいてですね、その間にご飯を食べてたんですよ。で1時間半ぐらいしてから今外に出てきたんですけど、もうね結構乾いてるんですよね。これね乾くのはめちゃくちゃ早いです。冬用の中綿入りのグローブとかだと1回ね浸水しちゃうともうなかなか乾かないんですよね。下手したら1日干しっぱなしにしててもね乾かなかったりするんですけど、こちらはですね非常に乾くのが早いです。毎日通勤とかで使う人はねこれだけ早く乾くのはかなり嬉しいポイントじゃないかと思いますね。でグリップ感なんですけど、これね見えるかな、手に How much effort ってこうなんか文字が入ってるんですけど、このね文字が入ってる部分が手のひらのところにあるんですけど、この部分ねゴムっぽい素材ですごいグリップするんですよ。他のねこの人工皮革のところも、まあ、ある程度グリップするんですけど、特にこの文字が入っているところはグリップするようになっているのでグリップ感もかなりしっかりありますね。で今日はね気温が今多分22、3度ぐらいでまああったかいかな、まあ、こういうジャージ素材のライディングジャケットでちょうどいいかなっていう感じなんですけど、若干ね手汗をかき始めてるぐらいあったかいです。やっぱりね3シーズン用の1枚地のレザーグローブとかと比べるとあったかいですね。でねこの手のひら側こうやってね手のひら側を前に向けながら走ると多少風を感じるんですよ。で逆にやっぱこの手の甲側の素材に関しては風を感じないんですよね。だやっぱこの辺の素材はねうまく切り替えてるなっていう感じがしますね。はい、というわけで今回はですね100のグローブをご紹介しました。これねオフ用のアイテムだから知らないっていう人も結構多いんじゃないかと思うんですよね。ただこのグローブマジで操作性がいいです。僕が冬場もですね比較的1枚1のレザーグローブを使ってるのは結構操作性を重視してのことなんですよね、まあ、バイクの操作性ももちろんなんですけど、こういうアクション感もですね操作する兼ね合いで、あんまりね中綿ががっちり入ってるグローブだと操作がうまくいかないんですよ。なので結構操作性っていうのを重視してるんですけれども、こちらのね100のグローブはマジでいいです。これはね撮影とかしながら走ってる人なんか本当にいいと思うし、インカムの操作とかも抜群にしやすいと思いますね。今回の動画が参考になったという方はぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。 Twitter と Instagram もやっております。概要欄の一番下に URL ありますのでよろしければフォローをお願いいたします。今回の動画でわからない点があったということはコメント欄の方にコメントいただければ必ず返信いたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。